あっぱれの時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、気持ちがいいじゃないですか。そうですね。素敵な風が吹いてますよ。後ろの景色も最高で、うん、もうなんかここに1時間ぐらいいたら視力良くなりそうなぐらいそうですね。抜けもいいし、緑だし、しかもいろんな種類の緑がありますね。そう、いろんな種類の緑、うん、田んぼもあって、ね、山もあって、もうまた風が吹いて、もうそろそろあれかな、はい、お米の取れる時期かな。そうですね、あと1ヶ月ぐらいですか ね、 ね、もうちょっとですね。ありがたいことですよ、はい、さあ、そんな景色のいいこちらはどこかと申しました、だっ、はい、秦野市でございます。はい、秦野市といえばやっぱり丹沢のね、はい、山々が広がっていて、うん、おいしいお水、おいしいお蕎麦が有名な場所となっております。うん、でも秦野の今どのあたりに来ているかというと、うん、はい、まあ、秦野駅からだいぶこう上のあたり、はいはい、東俵という地区ですね。東俵、はい、この東俵ふれあい農園のすぐ近くまでやってきています。ははははは、はい、そしてランチは、うん、あら、もうそうです、もう秦野ですから秦野の美味しいものを食べましょうということで、お蕎麦になっております。蕎麦好きなんですよ。あ、本当ですか。もう麺類全部好きなんですけど、蕎麦もすごい好きで、あ、ちょうどね、あそこなんですよ、うん、あの白い建物、あ、なんか車がいっぱい止まってるところ、はいはいはい、そう、あそこでお蕎麦をいただきます。それがもうここなんですか。はい、もうすぐ近くですね。へえ、はい、なんか車もいっぱいあって、うん、なんかあれ、なんか人が並んでるみたいな、なんでしょうね、旗、何だあれ、よく見えないけど、かかし、かかしですか。かかしかな、うん、かかしってもうあんまり見ないじゃない。まあまあね、そうですよね。うわ、すげえ。しかも結構カラフルじゃないですか。なんかただのへのへのもへじのかかしじゃなさそうね。あれ、そば屋に並んでる人じゃないでしょ。じゃないでしょうね。ちょっとあまりにも均一に並びすぎてるんで気になるちょっとじゃあおそばの時見に行きましょうかね。おそばの時見に行きましょうよ、はい、これ。そうしましょう。いやいや、これ本当でも秦野は前回来た時もね、うん、すごく美味しい、あのほうじ茶だったかな、いただいたですね。すごい楽しみ、はい、お蕎麦も、はい、それじゃあ行っちゃいましょうか。行きましょうか。あっぱれ神奈川大行進スタート。上ではなんだ、こっちはお芋のね、さつまいも。お、あきらさん、あきらさん、これじゃあ皆さんやってるんですね。どうしました。ちょっと今、はい、大津さん上にいたからね、話しかけたら、はいはいはい、ちょっと見てください、これ。何ですか、ここは。皆さん体験で、はい、落花生取れるんですって。あ、ふれあい農園だからですか。で、ここをネットで募集して、はい、家族連れとか、はい、そういう体験用の畑らしいんですよ。ああ、そうなんですね。はい、おお、んであっちに、こっちは、はい、さつまいも。はい、そうです。ですよね。ほうほう、あ、これさつまいもか。そう。できるんですって。わあ、もうたくさん、もうすごい、たくさん取ってらっしゃいますよ。ね。体験でこんなたくさん取れるんですか。今日からスタートで。うん、今日からスタート。はい、あ、じゃあもうお客さんの、スタートの一発目のお客さんですか。そうです。うわあ、すごい。ちょうどいいですね、スタート日。それであれだ、畑の手前の方からなんですね。はい、そうですね。そうか。これ体験の時はどれくらい取れるんですか。引っ込んでいっちゃっていいんですか。はい、そうです。1セットが10株になってます。10株。10株取っていいんだ。はい、10株取れるんだ。はい。もう皆さん何株ぐらい取ってんですか。何株？40株。あれ10株？1人10株ずつ。あ、1人10株で、1人10株で。そうか、もうじゃあマックスぐらいに取り終わってるんですね。そうだそうだ、確かに。そう、私たちも中入ってみてもいいですか。はい、いいですよ、はい、近くで見たい。すごい、うん、いや、俺、はい、どうだろう、植わってるところ、いや、でも落花生は初めて見るかも、ね、はい、はい、これが全部落花生。これ落花生なんだ。はい、あ、花が咲くと、花ね、ありますね、こういうひげが出るんですよ。はあ、なるほど、仕組みなんだ。あ、
本当だ、こんなところから出るんだ、はい、じゃあ特に根っこの方にくっついてるわけじゃなくて、そうですね、花が咲いてそれからヒゲが出てそれが地の中へ潜って、はい、その先端に落花生が実がつくわけ、はい、はあ、なるほど、面白い。この辺はもう全部取れる状態になってるんですか？そうです、もう同じ日に巻いてあるから、はい、全部取れます、もうじゃあ今これからがもう食べ頃というか、そうですね、ちょうど旬なわけですね、はい、大体今月いっぱいかな、はいはい、ちょっとおっさん、はい、僕らも一発行かしてもらってもいいですか？体験をね、はいはい、いい、やった、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、運転をいただいて、どうやって取るんですか？はいはいはい、もう手慣れてるわ、あ、そうやって、あ、もうかき分けて、株をここに一粒種まいたわけです、はいはいはい、一粒種まいてこれだけの、はい、あの芽が出てくるわけ、はい、でこれとこれをこれで結構たくさん掴むんだ、すごいすごいすごい、これで一株になってる、一株になって一粒の種でこれだけ増えるわけ、これで持って、はい、下の方からこう持って、おお、すごいすごい、うわ、こんなにたくさん実ってるんだ、うわすごい、うわ、落花生出てきた、 これが落花生、面白い、あ、面白い、こんなコロコロついてるんですね、すごい、いや面白い、はい、ちょっと行ってみます、はい、じゃあやっちゃいましょうか、はい、僕らもやらせてもらって、はい、まず一株を探し出すところからですよね、ほ、ねはい、本当だ、結構葉っぱが一株でこんなに多いんですね、びっくりした、よし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 、あ、これかな、あ、よし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 、あ、抜けそう、私行きました、あ、はい、行ってください、行ってください、行きますよ、うん、引っ張りますよ、行っちゃって行っちゃって、せーの、のよいしょ、よいしょ、おお、あ、でかいでかいでかい、でっかいのがついてる、じゃあ私も行っちゃいますね、はい、よいしょ、あ、上手じゃないですか、土なく取れてる、ね、うんうんうん、すっきりしてる、結構面白い、こんなに地面にできるんだ、ね、全然力使わずに抜けましたね、もう本当にスッと抜けますね、落花生って秦野はやっぱ有名ですか？そうですね、昔から秦野はタバコと落花生が、うん、火山灰土で水はけがいいっていうので、はいはい、昔から作られてるんですよ、うん、でタバコが衰退して、うん、今落花生が残ってる、はい、なるほど、じゃあ、うん、おつさんなんかあれじゃないですか、うん、キュッと行くときはこの落花生最高だね、最高ですかつまみにして、はい、なんか食べ方っていう か、うん、なんかこの辺ではね、うでぴーつってね、肌の弁でね、うでるって昔から落花生をゆでるのをうでるって言ってたんですね、はいはい、それから始まったのは今、うんうんうん、あのうでぴーって、うでぴー、そういう、はい、うん、ピーってな豆ってことで、おうんうんうん、そういう、まあ、名前がついて、はい、うでぴーって言うので、はい、それこそ、おいしい、うんうんうん、食べてるんですか、はい、うでぴー、うでぴーがありますか、うんうん、食べられます、食べれますよ、お、はい、じゃあ腕ピンもいただきますか、はい、いいですか、はい、どうぞどうぞ、こちらちょっとじゃあ一回置かせていただいて、はい、でも私この落花生ってもらって帰りましょうこれ、ね、持ってきますか、持ってきますか、落花生節分の時にしか節分の時だけなんですよね見るの、あ、そう、節分って大事でしょ、いや私あの東北岩手の人間なんですよ、節分って大事じゃないの、いや違います、もう落花生もう この状態これを巻くんです岩手は井高さん嘘でしょ、あのおつまみの落花生みたいなのを、はい、あ、違う違う違う、もう本当にもうこの状態のこれを巻いてるんですよ、え、初めて聞いた、地域差がある、これを剥いて、うん、中のピーナッツを植える、このまま落花生では植えない、今あれだ、節分の豆の投げ方の話してた、節分か、そうそうそうなんですよ、私の地元だとね、本当このままの落花生を投げるんです、はいはい、そうだね、へー、面白い、これはどうしたら、これがあの、はい、腕ピースって、さっきちょっとあの圧力鍋で、はい、あの茹でて、うん、へー、これどうやって食べたらいいんですか、そのまんま、そのまんま割って、あの、うん、普通の落花生と同じ、落花生食べるみたいに、はい、あ、そうです、こう割って広げて、はい、あ、本当しっとりしてる腹がね、わかるかな、これ、あ、柔らかっ、普通のよりもしっとり、ちょっと小豆っぽく見えるというか、皮もだいぶ柔らかそうになってますね、うんうんうん、きれい、あ、もう、はい、柔らかい、じゃちょっといただきます、どうぞ、あ、あ、あ、おいしい、あ、おいしい、はい、なんか香りも、うん、
あの甘い優しい豆の香りがする。ちょっと塩味ついてるから。はいはい。なんか、はい、この落花生に対してあんまり使わないですけど、うん、ホクホクしてます。ね、ちょっとお芋っぽいというか。なるほどね。あのとろっと滑らかなね。とろっと。そう。なんかこのまま食べても美味しいけど、このウデピーなんかの料理にも使えそう。うん、あ、落としちゃった。落としちゃった。落としちゃった。生えちゃうかもしれない、そっから。そしたら、すみません、来年抜きに来るんで。来年ここから生えちゃうもん。責任持って抜きに来ます。すみません、落としちゃって。おいしい。これ結構もう秦野の方、うん、みんなこの食べ方します。そうですね。あとこれが乾燥しちゃって、はい、今度はむき身、中身の茶色いのを出して、はい、それをいって食べる。はいはいはい、ああ。いろんな食べ方がある。ピーナッツとね。うん。おいしい。うん、で、茹でて食べるのは今の時期だけなんですよ。それで、もう10月以降のやつはあの乾燥させて保存して、いって食べる。ピーナッツってやつね。塩軟禁っていうのね。いや、美味しい。心が洗われますね。洗われますね。なんかまだまだ日差しは暑いけど、コスモスが咲いてるってことはもう秋なんだなっていうのがね、感じさせられますね。もう萌衣ちゃん聞きたくなっちゃう。ごめんなさいね、世代だからごめんね。世代でパッと曲が出てきませんでした。後でロケバスで歌ってくださいね、聞かせてください。さあということで、私たち移動してきまして、はい、この田原ふるさと公園の中にやってきました。はあのね、うん、そちらに私がすごく興味がある場所があって、はい、興味がある場所、はい、すっごい興味がある場所、え、行きたくて AKB？ あー惜しい、惜しい、惜しいです、KKD13、 KKD？ はい、何それ KKD なんています？はい、います、います。 KKD13 っていうのに、うん、私今結構好きで、はいはいはい、はい、行けるかな、失礼します、ごめんなさい、失礼します、そうなんですよ、はい、そのゆかりの地がありましてね、はい、あ、なんか皆さんたくさんいらっしゃいますけれども、ね、はい、こちらでございます。え、こちらお墓ですか？そうですね、はい、お墓になるんですけれども、はい、こちら鎌倉幕府三代将軍の源実朝の首塚、うんうん、はあ、ここに来たかったんですか？はい、え、なんで？私今ちょっとKKD13 っていう、うん、まあ、鎌倉のドラマにハマってまして、あのはっきりと名前は言えないんですよ。アイドルじゃないじゃない。はっきりちょっと名前はあの放送局の関係で言えないんですけど、そうか、そうですね、鎌倉のこう13みたいなものがすごく好きで、うんうんうん、はい、そうか、どうしても来たかったんですよ。そうなん、じゃあもう本当に聖地巡礼みたいなことだ、はい、ね、え、アキラさん、実朝って聞いて分かります？誰だか。実朝ってそのあれですよね、源の、はい、頼朝の息子、はい、そうなんです、さん、はい、うん、でもあんまりよくわからないと思うので、うんうん、家系図を作ってまいりました、はい、ちょっと魂抜けちゃってる。いや、みんな魂ありますよ、まあ、はい、あんの？あります、あります。で、まあ、源頼朝と北条政子、はい、息子が2人おりまして、うんうん、まあ、頼家と実朝、はいはいはい、頼家の方がお兄さんで、こちら第2代の将軍ですね、はいはい、で実朝、こちらに祀られてるのが3代将軍なんですけれども、はい、まあ、なぜ首塚、首をはねられてしまったかといいますと、うん、頼家の息子、うん、はあ、公暁に暗殺されてしまうんですね。え、おいっ子ちゃんに？そうです、そういうことになります。はい、そうなの？なぜ、まあ、老いに殺されてしまった第三代将軍ということになるんですよ。そうなんだ、はい、お分かりいただけたでしょうか？いや、そんなドラマが。はい、そうなんですよそうですか。なんで、うん、お参りしましょう、手を合わせましょう、いはい、そうですね、いやいや、そうですか、そうなんですよ。いや、皆さんこんにちは、すみません、失礼します。ああ、そうでしたか、はい、まあ、なんかその首がね、いろいろ伝わって、はい、この秦野の地に来たとされてるんですけれどもね。いや、ずっと手を合わせたくなっちゃいますね、うんうん、いや、そのドラマ的にもね、今ちょうどいいんですよ、ドラマが。今、あ、そうなの？そうなんです、今ちょうどこの辺りをやっているので、うん、はい、実朝が出てきたあたりでね、
そうなる、はい、こちらの首塚にもちょっとさっきから触れずにはいられない方々がね、ちょっと一旦スルーをしてしまったんですけれどもこんにちは。サーティーンの方たちじゃないですよね、うん、違うっぽいです ね違いそうですね。皆さんこちらで何されてるんですか。尺八をやってるんです。尺八、尺八を、あ、本当だ、皆さん持ってて。そう、なんでこの首塚のところでやってるんですか。これやっぱり尺八のですね、うん、この首はここにありますけど、はい、胴体は和歌山県の広告寺ってとこにあるんですよ。はー、広告寺が尺八の発祥の寺なんですよ。それでみんな尺八の人がお参り来るんですよ。はー、なるほど。それで我々は50年前からやってるんです。50年前から、うん、2回、誕生日と8月9日誕生日と1月27日の命日、あ、実朝の誕生日と命日に、そう、ずっとここで尺八をされてずっとやってるんですよ。はー、ね、あれだ、じゃあ尺八で生誕祭みたいなことだ。生誕祭でもね、アイドルだよね。生誕祭ということなんですかねそうだそうだ、もう皆さんはこちらの地元の方ですか。そう、地元、大体地元です。あ、じゃあリーダーも地元の方で、地元、はい、もうじゃあもう尺八歴も長いってことですよね。長いです。どれくらいやってるんですか。私は長いです。長いですか。とにかく長いんだ。とにかく長い、数えられないぐらいね。72年になりますよ。72年。え、今おいくつですか。今78。え、6歳の時から。6歳からやってる、すごい英才教育だ。そうです。あ、そうなんです、せっかくだからちょっと音聞いてみたいですよね。確かにちょっと、じゃあちょっとやってみましょう。いいですか。いいですか。じゃあマスクを取って、はい、みんなでやってみましょう。すみません、うん、でもこの800年殺されて経っても実朝を持ってこうやって集まる皆さんがいるって素晴らしいことですね、うん、はい、でもやっぱり地元の、はい、こうやるんだ、はい、はい、秋の風と木漏れ日とこの音と、なんかもう空気の音みたいなね、はい、楽器の音っていうか、すっごく気持ちいいで す, です、ね、ここでやるのが一番気持ちいいですよ。そうですか。そうです、うん、移動してまいりました。いやー、実朝トークをね、うん、もうちょっとしたかったんですよ。堪能してね。はい、皆さんも実朝好きって言ってたから、そう、絶対いろいろ知ってますよ。そうですね、地元の方で皆さんあそこで練習もしてるって言ってましたもん。お、はい、ということで私たちまだこの田原ふるさと公園の中におります。はい、ついにこのお蕎麦いただきましょう。ありがとうございます。お昼です。いや、楽しみ。はい、このお蕎麦はこのふるさと伝承館という、ね、はい、この建物の中にあります。直売なんだこれ ね、地元の野菜が採れたてなんですか ねすごい楽しいやな、こういうの。うん、あ、今日 ね、お店オープン前 に、ね、はい、お邪魔をさせていただきます。失礼します。こんにちは。すみません、お邪魔します。失礼します。はい、失礼します。アッパレ神奈川大行進と申します。そばどころ篠宮さん、はい、失礼します。お邪魔します。あ、素敵なお店、よろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。赤ちゃん、はい、はい、ありがとうございます。こちらにね、よいしょ、よいしょ。失礼します。そうです。いやー、あららら、ら、いろいろ、どんなお蕎麦をいただけるんでしょうね。ね、楽しみ。うわー、まあ、いろいろ、まあ、いらっしゃいますね。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。あ、あ、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。小鉢が出てくる、うん、サービスの小鉢。あ、サービスの、あ、ありがとうございます。お店はもうこの公園の中に、え、公園の中にお店があるっていう形なんですね。そうですね、うん、上がウッド状になってましたね、はい、はいはいはい、こんな広く
野菜の売り場を多くして。はい、ありがとうございます。こちら梅とろそばになります。うわー、美味しそう。最高。あれ、あきらさん、とろろお好きなんですよね。とろろも好き、梅も大好きなんですよ。おー、うわ、大好きづくし。で、この横についてるのは、純菜とか、なんだ。野菜は地元の野菜なんですけど、うんうん、はい、あの梅とろって言って、あの少しネバネバの、そうですね、あの漬物も自分の方で漬けてます。漬けてる、はい、どうぞ。そして私はものすごい豪華セットですね。ちょっとすごいじゃない。なんという名前。値段はね、安いんですよ、はい、これが1500円、こっちが1400円です。1500円の1400円、こんなに天ぷらも楽しんでいて、それです、あの一品は必ずサービスします、うん、はい、はい、じゃあ地元のお野菜使って、そのおつゆかけて食べてください。うわ、いただきます。うわ、美味しそう。この野菜ももしかして地元のお野菜なんですか。地元の野菜を全部使っても、今朝買ってね、はい、あ、今朝取れたお野菜ですか。そこへ出てますでしょ。だからそれを買ってきて、すぐ作ります。そこで売ってるものなんですね。はい、ところがすごい、はい、もうお店の前に結構ね並んでますけど、もうオープン前から、うん、土日なんてすごいんですか、やっぱり、うん、そうですね、もっとたくさん野菜が出るんですけど、はい、今日はちょっと少ないかもしれないですね、うん、雨やなんかだとね、ちょっとキュート A がね、うん、あの結構人気でいつも並びますか、行列ですか。いつもいっぱいですね、やっぱ人気ね。外でだいぶ待ってらっしゃるんでしょう。そうなんですよ、今もいらっしゃる。またキュート A 会いました。ありがとうございます、はい、どうぞ食べてみてください。いただきます。お蕎麦はね、あの二八蕎麦なんですけど、はい、ここで石臼で引いてるんですよ、原蕎麦を、うん、いかがですか。非常に評判はいいです、うん、自分で言うのはなんですけども。お蕎麦美味しい。二八でもね、うん、あのうちでそこの石臼で引いてますから、うん、あのある程度のブレンドはうまくできてないですね。コシ、うん、のある感じのね、あるでしょ、お蕎麦、歯ごたえがこうしっかりとしたお蕎麦ですね、うん、そうそうそう、で太さも、うん、このぐらいの太さの蕎麦大好きです。あ、そうですか、うん、すごい。これ本当に爽やかで甘いもも、もうね、こうやって冷たいお出汁かけて食べますけど、またシソもいいですね。そうですね、うん、今ちょうどシソもね、はい、いっぱい出てる時ですからね、うん、うちのその裏にも作ってあるんですけど、だいたいこれはあのそれだけじゃ足りませんので、うんうん、農家の人から入れてもらってるんですけどね、はい、おつゆが足りないようでしたらおかわりしますから。そうですか。いや、実際これお店の方も食べたりするんですか、もうその美味しすぎて。ランチで食べたりね。いただきます。お店はいつぐらいからやってるんですか。平成12年、12年の4月オープンしたんですよ、うんうん、4月の25日にオープンしましたね、はい、うんうん、それからみんなあのその前にもう10月頃からもうこのおそば作りを指導して、はい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 、やっとみんなができるようになって、うんうんうん、やっとオープンした状態ですね、でも皆さんじゅんぐりじゅんぐりでそば打って、そうですね、あのまあ、1日何人出るかによって、うん、お客さんの量を大体の目安を含めてね、うんうん、今日は何人ぐらい見えるから、じゃあこのくらい打ちましょうということで、だから打ちたてをみんなに食べていただいてるって感じですね、はい、あ、天ぷらもね、熱々のサクサクですね。これ何だろう。天ぷらはね、はい、あの四角豆っていう豆の種類です、うん、ここで全部売ってるんです。四角豆、そうなんです、こんな形してるんです。あんまり食べたことない感じ。そうですか、うんうんうん、よそのお野菜を売ってないんじゃないかな、はい、あんまり、うんうん、ここをね、うん、あの規模は小さいですけど、うんうん、いろんな種類をね作っていただいてるんですね、うん、だから天ぷら材としては非常に助かりますね、はいはい、同じものを出さないで済みますしね、なるほどね、はい、じゃあもう春に来れば春のお野菜食べられて、そうですね、敷地、そうですね、山菜とかも出るんですか、うん、山菜とか、山菜も出ますよ、お楽しみ、いや、いろんなその季節によっていろんなものを、はいはいはい、あの特別に出しておりますのでね、はい、それシソですよ、これシソ、ね、お花がこちらにあって、こっちが葉っぱです。葉っぱだけじゃないんだ、シソ、そうです、シソの、この状態食べたことない、ここ食べてみてください、今でないとこれは食べられないですね、これも時期なんですか、時期ですね、これがすあの先の方行くと種ができちゃって、はいはい、ちょっと食べると食べられなくなっちゃう、
お花の部分ですね、シソの。香りがいい。美味しい。天ぷらもいい音。うん、あら、こちらのあれですね、うん、天ぷらお付けしたかったんですけど。いやいや、いいんです、いいんです、いいんです、もう。私がたっぷりいただいて帰るので。やっぱりいろんなね、品物を紹介したいですから。美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。もうね、満席です。もうすぐ、もうね、ブワーッと入ってきて。回転と同時にね。ね。せっかくなんで、こっちがもう、そう、楽しそう。三足スペースもね、失礼します。見ていきましょう。こんにちは。こんにちは。わー、あ、楽しい。落花生が。ね、さっき。え、粒でっか。うん、でかい。こんなでっかい落花生あるんですね。大まさりという種類ですね。ん、大まさり、大まさり、種類によって大きさ違うんですね。大きい種類なんですかね。ここはじゃあ地元のお野菜売ってる、はい、直売所なんですか。はい、そうです。わー、楽しいですね。時期によって並べ物違いますか。違います、ね、今だと何ですか。うんうん、今はやっぱり落花生とか栗とか、うん、あとぶどうも結構ね。ぶどうもね、はい、秋ですもんね。マスカットと、はい、こちらのね、紫の、はいはい、うわー、久々だ。でも結構土日なんて混むんじゃないですか。土日は結構来ますね。ね、はい、でほら、私たち朝オープニングした時、すで、うん、に車がびっしりに見えましたよね。うん、すごかったです、うんうん。そうですね。地元の野菜ばっかり大体使ってるので、うん、こちらの生産者の方が、はい、はい、名前が、はい、あ、名前がちゃんと出てて、そうなんですね。はい、じゃあそうやって持ってくるんですね、こちらにね。そうです。あとパン屋さんと漬物屋さんがいらっしゃいます。はい、今、あ、はい、こんにちは。こんにちは。今、出来たての漬物持ってまいりました。漬物、あ、本当だ。あ、あ、サネトモ漬けと言います。あら、私たち今ちょうどサネトモさんの首塚に行ってきましたよ。そうなんです。これ何入ってるんですか。ね、ナスとキュウリと、あと何だっけ、大根。大根、うん、全部秦野のお野菜です。もう23年間、うん、もう秦野市のロングセラーの、すごい、ロングセラー漬物で、そちらはあの、そのここから車で5分ぐらいのところでパン屋開いてるものです。で、あの、毎日ここにパン、作ったパンを出荷させてもらってます。あ、マルキパンさんって書いてますね、はい、なんかお二人顔にちょっと似てますね、なんかね。あ、実は夫婦でとか。え、実は夫婦じゃないですか。夫婦？え、独身です、私。ああ、違うのか。なんだ。勝手に見せてください。メガネのフレームが似てた。なんかおすすめのパンとかあります？はい、あ、今ちょっと落花生の話が出てたんですけど、はい、あの、秦野市の落花生を使った落花生あんパンがうちのおすすめになりますね。美味しそう。落花生あんパン。はい。ちょっと買っちゃいます。なんと私ちゃんとお蕎麦ね、食べたとこだけど、あ、あります。もしよかったらそれともね、それともかけね、さだその記念に大好きなんですよ、この鎌倉、鎌倉大好きなんですよ。いいですか、この、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれらを買っていきましょうか。はい、一品やっていただいて、はい、そうか。じゃあちょっとゆっくり見に来たらもうお野菜ないなんてことも結構あるんですか。ありますね。あ、はい、すいません。700円。はい、ありがとうございます。はい、します。はい、せーの。はい、サネトモ漬けは多分今食べられないから、うん、持って帰っていいですかね。うん、いいです、いいです。ありがとうございます。いいです、いいです。はい、じゃあいただきましょう。ありがとうございます。じゃあ外でいただきます。うんうん、よいしょよいしょ。外でね、ちょっと失礼して。あ、天気がいいな。最高。さっきより日差しが出てますね。なんかね、もう夏。うん。夏だわ。あ、中でも売ってるし、もうね、この外でもいろいろ種類があるから、はい、うん、お花も売ってて。お花も売ってるんですね。うん。あ、こんにちは。やっぱり日が出てくるとこの稲穂がより輝いて見えますね。うん。大にぎわいですよ。え、じゃあこの田んぼバッグに食べますか。うん、よいしょ。落花生アンパン。落花生アンパン。落花生っぽさわかるかな。よいしょ。あー、もういい香り、パンの。あ、本当だ。あ、パンのいい香りする。ちょっといただきます。あ、あ、うまい。結構ね、粒粒がすごいんですよ。うん、あ、ナイス。ほら。うん。わかるかな、この。あんの中に多分白く粒々に見えるのがおそらく落花生。うん、結構、うん、あ、マルキパンさん、はい、結構
粒残ってるんですね。ありがとうございます。あのそれ落花生だけで作ってるんです。あんこ、ええ、あの小豆とか入ってなくて、羽田野さんの落花生だけを使ったあんこです。もうこれ自体が落花生。落花生です。おいしい、うまっ。こんなお味になるんですね。なります。うん、あでも本当にあんこの味がする。あんこなんだけどやっぱり食べてると、うんうん、落花生の香りがふわっとしてきますね、はい、あこれいい、ありがとうございます。おいしい、面白い、うんうんうん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で僕の方からね、鶴瓶さん見るとね、はい、すっごいねかかしが並んでるんですよ。ちょっと待ってください。いいですか、うん、もはやかかしなのか人なのかぐらい人も並んでますね、うん、そうさっき一番オープニングの時に見たのが、はい、これなんですね。これだ遠くから見えたあの向こうのね、そうあっちのちょっと丘になってる方から。これですか。あかかしがかかしの動いてるかかしを見つけました。こんにちは。ようこそおいでくださいました。いっぱい並んでますね、かかし。はい、おかげさまでやっと今年でね、はい、6年目になるんですが、毎年毎年少しずつですが増えてます。本当に助かります。毎年されてるんですか、この。そうです、毎年やってます。はい、かかし祭りなんてよく言うんですけど。かかし祭りと称してます。はい、キッズたちもいっぱいいて。はい、そうですね。イエーイ。キッズ来てくれてる。これなんでこんなにキッズたちいるんですか。今年はですね、特にですね、うん、東小学校っていう小学校の生徒、はい、5年生の生徒さんたちが19体出してくれたんですよ。ずっとこれ、そうなの、ここまで、この方は違うんですが、はい、向こうのから19体、小学校。子供たちが作ってるんだ。そうなんですよ。こんにちは。5年生が。こんにちは。はい、じゃあもう、はい、作ったってこと？作ったの？はい、あ、これ？上手じゃん。どれぐらいかかった、作るの？2週間で、すごいね。頑張ったね。全部個性的ですね。ね、じゃあみんな並んでくれてるから、ほら。みんなそれぞれ作ったところに並んでるのかな。作ったの？上手。かわいい。かわいらしい。でもクリクリに。いや、かわいいね。大変だった？そうか、そうだよね。頑張って作ったね。だってかかしなんてあんまり作ったことないから。そう、てか今の子供たちだとかかし見たことないみたいな ね実際そうかもしれない。いるかもしれないですよね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。かかし作ったの？いい。作ったの？あ、見に来たんだ。あ、見に来たのか。そっか。ありがとう。かわいいね、かかしね。かわいいね、かかしね。おいしい。あきらさん。はい。こちら。これアキラさんの先輩じゃないですか。そっくりじゃん。バイキングの小峠さん。小峠さん、よく本物の方がかっこいいねなんて言いますけど、はい、こちらはあれですね、はい、かかしの方がかっこよく作ってるんですか。だいぶクオリティが高いですね。失礼なこと言っちゃって。いや、だって本人よりシワ少ないですもん。ツルツルで、ツルっとしますね。ツルツル、かわいい。なんて日だって、ちゃんとセリフまでついてる。これ見たらもうカラスも逃げ出しますよ。本当にいいか、避けられるかもしれない。ね、いい、ちょうどかかしの方が。あ、すごい。こんにちは。ありがとう、みんな作ってくれたの。あ、この辺作ったの？どれ作ったの？作ったの？おー、どれ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 ？これ？これ？あー、なるほどね。キャラクターね。はあ、あれだ。あれのあれだ。あれのあれ ね、あの歌がうまい。うん、そうあのキャラクターですね。そうだね。海賊の歌がうまい。うん。はい。え、お兄ちゃんはどれ作った？あ、そっちだ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 。走。これ何？モケケ。モケケ？これキーホルダーとかで、時々つけてる人いますよね。そうなんですね。わあ、じゃあみんな思い思いのキャラクターを作ってね。作ってくれてるんですね。やってるんですね。作ったの？これ作って、そっか、そっちのお兄ちゃんは作った？あ、これ作ったんだ。そっか、上手だね。花大変だったでしょ、作るの。ねえ。ねえ。うわ固まっちゃった。緊張させちゃったね。ごめんね。でもみんな上手に作れたね。ありがとうね。これがきっと田んぼを守るでしょう。素晴らしい。すごい。楽しいわ、こりゃ。ありがとう。移動してまいりました。はい、私たちだいぶね、はい、さっきの場所から離れた場所にやってきまして、はい、先ほどまでこのね
田原ふるさと公園の方にいたんですが、うん、こちら秦野市カルチャーパークのすぐ近く、うんうんうん、この辺りですね。そうなんですね、はい、後ろがそうかな、カルチャーパーク、はい、今見えてる奥のね、うん、赤レンガっぽいところが綺麗、はい、カルチャーパークになります、はい、でもなぜここに来たのかと言いますと、ええ、実は番組宛にメールが届きました。ありがとうございます、はい、秦野市の岩浅さん、はい、金井酒造店の方ですね、はい、いただきました、うん、あっぱれ毎週拝見しています。秦野市に来るときには市内唯一の酒蔵にぜひ遊びに行きませんか、うん、私たちのブランド白笹鼓を味わってください、お待ちしておりますといただきました。味わいましょう、はい、もう来てるんです、白笹鼓こちらなんですね、はい、これはもう酒蔵ですよ。はい、やっぱそう言われたらね、うんうん、もう行くしかないですから、はい、我々本当にメールの時点で味わってくださいって言ってるっていうことはもう死因が待ってると、はい、ただお酒を飲みたいからっていうことじゃないんですよ皆さんね。そうですよ、間違えないでくださいね、皆さんに素晴らしいものを伝えるという役目を私たち持っておりますの です。あ、岩浅さんですね。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。あっぱれです。メールありがとうございます。ありがとうございます。うわー、おいしいですか。はい、自信を持って失礼します自信を持ってね、はい、こちらのロゴもあって、はい、かねいい酒造さん、はい、このロゴマークは去年の10月に実は刷新した新しいロゴマークになりまして。そうですか、いや、なんかかっこいい、はい、金と意が、そうですね、お酒の酒樽の形になってます、なるほどね、おしゃれなデザインですね。おしゃれなデザイン、はい、作ってるところって見られるんですか。実はですね、はい、お酒を作るのは冬の間なんですね。確かに。なので、うん、今は逆に酒蔵の中を自由に見ていただけるので、よかったらぜひ蔵の方にご案内したいと思います。そうですか。そうですね、じゃあ、はい、蔵見せていただけますか、ね、ありがとうございます、うん、はい、じゃあ奥の方へご案内いたします、はい、こちらも長い酒屋さんなんですか。はい、明治元年創業になります。明治元年、ただ酒蔵というか、まあ、お酒造りは江戸時代から続いているものなので、まだまだ私たち酒蔵としては若いんです。これでも、結構秦野ってやっぱお水がね綺麗って有名じゃないですか、はい、うんうんうん、だけどメールに唯一の酒蔵ってあったんですけど。そうなんです、昔はいくつかあったようなんですけれども、はい、今は1軒だけになってしまって、私たち同店だけです。そうなんですね、はい、そうなんだ、こちら奥かな、ね、はい、そうですね、こちらの方にご案内したいと思います、はい、ありがとうございます、はい、普段冷やすためにちょっと閉めてあるんですけども、はい、じゃあこちらで靴の方を書き換えていただけますか、はい、お願いします。失礼します。あ、もうここにお酒の瓶が並んでますね、はい、ここは本来はお米を積んでおくスペースなんですけれども、はい、今の季節はまだお酒のための仕込みのそのお米が来ていないので、うん、お酒を冷やすスペースとしても活用しています。へ、ちょっとここに一歩足を踏み入れるとだいぶひんやりと、ね、はい、してますね、はい、これは出荷を待っているお酒たちです。あ、そうですか。はい。これからも飲まれようとしてね。はい。じゃあこちらどうぞ。はい。失礼します。失礼します。あ、涼しい。本来であればここで ますます涼しい、はい、うん。お米を洗ったりですとか蒸したりだとかをしているところになるんですけれども、うん、はい、よかったら一番見応えのあるタンクの方へご案内したいと思います。あ、ありがとうございます。もう香りがね、お酒の、ちょっとお酒の香りしますね。甘い香りがする。はい。こちらですね、ちょっと細いんで気をつけて通っていただけますか、はい、もう樽が、はい、タンクが、これ自体がお酒を仕込むのに使うタンクになるので、よかったらちょっと上の方へ。ロクさん通れます、大丈夫です、あ、大丈夫です、大丈夫だそうです。いや、あ、すごい、奥まで面白い、こんな風になってるんだ。シーズンになるとこのタンク全ての中にお酒を仕込むような形になりますので、はいはい、たくさんのお酒がここで。タンクって何個ぐらいあるんですか。いくつあるんでしょうね、私もちょっと数えたことないんですけど、ね、ここの列だけじゃなくてね、奥の方にもあるんですよ、タンクありますもんね。なのでせっかくなので上からよかったら見てみませんか。上から見たらわかるか、はい、すごいすごい、うわ、でかいな、でもタンクが、こ、うん、んな大きいですよね。白笹鼓をこのタンクで作ってるってことですか。そういうことになります、はい、階段になるので足元気をつけてください。ありがとうございます。社会科見学の気分です ね、やっぱりよく飲まれるんですか。私はお酒大好きで、ただ量はちょっと飲めないんですけれども。そうなんですね、はい、こちらになります。わー、すごいすごいすごい、真上から見られるんだ。上から見るとまたでかいわ。あれ、深っ、こんな深いんだ。お、
え、これどれぐらい入るんですか？これで、お酒になった時に4000リッター分ですね。4000リッター分かんない、はい、ちょっとピンとこない量ですね、4000リッターっていうと、はい、一升瓶だと、まあ、そのまま1000、そうですね、で割っていただければ そのままじゃなくても水足したり調整することもあるのでもう少し増えますけれども、じゃあ半分の2000本、はい、たくさんいっぱい2000本以上できるんだ、はい、はあ、奥は見えても大丈夫な、はい、あちらお酒の妖精とかではないですね妖精さん、まだ飲んでないですから、そう、そうですよね、妖精さんよかったよかった、あこんにちは、お邪魔しております、当倉6代目の社長、佐野博之でございます。佐野でございます。6代目はい、6代目になります。うわ歴史があるわ、社長さんすごい量ですね、これね。そうですね、もう本当作ってる時に来ていただいた方が、まあ、匂いだけで酔っ払えるって安上がりなでもじゃあ作ってらっしゃる方も大変なんじゃないですか。いや逆に慣れちゃって、それがあの普通です。毎日二日酔いですから。そうか、でも本当にそんな感じになっちゃうんですか。いやいや、そんなことは実はないです。あ、ごめんなさい、あれでしたね、ジョーク、お酒作りジョークでしたね何人ぐらいでお作りになってるんですか。6人、僕含めて6人で。6人でこの量を作るんですか。はい。でもお酒作りって何だったらその期間限定されてるお仕事じゃないですか、はいはい、発酵させるようなところから始まるわけです、そうですね、最初に米を洗うところから始まりますけれども、はい、あれって朝早かったり夜遅かったりするんじゃないですか。そうですね、なんか泊まり込んでる人間はもう一晩中泊まり込んでたりとか、あ、見てなきゃいけないから。そうですね、そうですね。はー、夜プツプツという音が聞こえるそうです。その発酵してる、はい、ポコポコポコみたいな、酒があの今日風邪ひいてるから温めてやんなきゃいけないとか、はい、今日はあの元気がいいからもうちょっと温度下げてやんなきゃいけないとか、そういうことをやってます。音で分かるってことですか。音もそうですし、あの中の温度でもそれを判断をするような形に、はあ、やっぱそういうの長年やってると分かるんだ。それ、専属の人間じゃなくて皆さん素人で入ってきて皆さん仕事してますんで、はい、でうちの会社も新しい方募集してます。あれあそうなんですか突然求人が始まりましたけど、はい、でもやっぱりその日本酒って結構今海外でも割と飲まれて人気とかって言うから、はいはいはい、これからもうどんどんね大きくなればいいですね。そうですよねぜひ世界中の人に飲んでいただける肌のからですね、世界へ、ね、はい、出荷していきたいと思います。やっぱり社長も結構飲まれるんですか。いや、僕は基本的にはたしなむ程度で。いやおしゃれな言い方しますねでもあの世界中の方々に美味しさを伝える前にですね、あの我々も美味しさをこう知りたいなーなんて、そういう使命で来ましたの、我々、あのお酒飲むのも僕ら仕事ですし、はい、それは遊んでるわけじゃないんで、そうですよね、仕事していただければ、はい、ありがとう、しっかり今日は仕事させていただきます、はいはい、じゃあちょっと いいですかこうやるとなんか準備してますね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあぜひ試飲して美味しさを確かめましょう。はい、伝えますよ。はい、綺麗にお酒が並んでおります。はい、ラベルこんなにあるんですね。ね、はい、うん、味わいごとにラベルを変えておりますので、うん、お好きな色を気分で選んでいただけるようになってます。かっこいい、なんか戦隊ヒーローみたいなね。そうですね色彩のバランスがいいですよね。いいですよ、寒色系と暖色系と、ね、特徴別に並んでるので、うん、お好きな方は見ていただくとシリーズで、はい、あっって分かっていただける。なるほどなるほど、はい、もう分かるんですね。はい、じゃあ今日いただけるのは、はい、早速ですがこちらの大吟醸のお酒と、ありがとうございます。それからこちらですね、神奈川県のお米を使った若水というものです。こちらハイボールで飲ませて、あのハイボール、はい、炭酸で割るんですか。炭酸割りで、はい、作ってみようと思います。日本酒の炭酸割り、はい、カジュアルにも楽しんでいただけますので、ぜひお願いします。はい、じゃあ早速ですが、はい、大吟醸の方から。大吟醸の方から、はい、あ、いいですね。すごい、この、はい、このキンキンに冷えてそうで、もう、そうですね、あ、もう汗かいちゃってね、瓶が冷やしておきます。いや、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ、もう香りがすごいいい香り。あ、本当だ。うん、ありがとうございます。手に取ってください。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。わあ、なんかこんな立派なグラスで。うわ、お、香りが強い。本当だ。香り、いい甘い香り、うん。いただきます。爽やか。飲みやすい。飲みやすいですね。なんかもう本当にあの。
ふわっと口の中になくなる感じ。そうそう、香りが強いんだけど、うん、スーッとこう口に馴染んでいく感じ。華やか、うんうん、ありがとうございます、はい、あの大吟醸はやっぱり華やかさ、はい、それとあの優雅さを兼ね備えた酒になりますので、うん、量を飲んでいただくというよりはどちらかというとその香りを楽しんでいただくようなお酒になります、うん、はい、すっごい美味しい、うん、本当に美味しいです、はい、もうどんどんいっちゃってください。あ、ダブルで、おお、あ、これ、はい、炭酸で割ると飲みやすいし、でもやっぱりフルーティーな香り、爽やかな香りがする。これね、日本酒というのを感じさせないので気づいたらごくごく飲んじゃいそう、うん、うん、いや、本当に爽やか、うん、ありがとうございます。これグイグイ、そうですね、あのぜひ若い方たちにも、はい、あの日本酒苦手だなと思っている方にも試してもらいたいなと思います、うん、こちら来れば買えるんですもんね。はい、ここの蔵で販売もしております。あのもしよければ番組を見てってあの言っていただければ、ことさんと言っていただけたらちょっと何かサービスもできるかもしれません。あら、嬉しい、はい、うん、はい、次行きましょう。はい、はい、あれあれ、まあちらさん歩けてないです。歩けてない、歩けてないけど大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。